おはよう、あれ可愛いから撮ろうと思ったんだけど、ジャン君、ジャン君、ジャン君、口のアップになっちゃうよ。ジャン君、あれで、あれで、甘いにこちらで、はい、どうぞ、はい、どうぞって、ジャン君どうぞ。はい、ジャン君、うん、こっち来る、こっち来る、はい、はい、どうぞ。はい、はい、この上乗っていいよ。はい、どうぞ。いいよ、お布団の上乗っていいよ。マフの上乗ろうか。はい、はい、いい子だね。はい、はい、いい子だね。はい、リコちゃん。うん、ジャン君はいい子。カメラをオンにして、おはって言うと、もう歩き始めちゃうのね。ルールが決まり始めちゃったね。ひひいい、ジャン君甘えられるって思ったかな、うん、甘えられる、甘える時間だもんね、ジャン君ね。朝はジャン君の時間だもんね。そしてようございます、ポンちゃん。ポンちゃんは甘えるよりも日に当たる方がいいもんね。熱々じゃない、ポンちゃん。ヤン君も背中ホカホカだよ。ポンちゃん黒いからすごい熱くなるね。ポンちゃん、ポンちゃんだってそこでね、ポンちゃん、ヤン君と甘えられたからもういいんだもんね。ポンちゃん、ポンはヤン君と甘えられ、ヤン君に甘えられれば、すごい暑いんだけど、パンちゃん。ヒーターの前にいるときと同じくらい暑い。ヒーターもついてるし。あ、それはついててもいいんじゃない？いや、すごい暑い。あ、そう。でも気持ちよさそうに寝てたよ。そうね。猫って変なの。だってこっちのヒーターのさ、横でさ、ま、うん、背中とかあっつーつーなりながら寝てるよ。ポンちゃん、ねえポンちゃん、さあ、うん、今日も始まります。クロケンパパはもうすでに1時間以上の散歩を済ませております。今日はもう一回行かないといけないかもしれないな。なんかね、ピクミンが言うね、あのミッションできないんですよ。なかなか手に入らなくて、黄色いアネモネが咲いていません。何のことか分かんない人も多いとは思いますが、ピクミンは黄色いアネモネが好きなようです。噛まれるとあれするよ、腫れるよ。
なんか